ゆうじろうなしチャンネル。いや、今日はゆうじろうさんがいない。どこ行ったんでしょうね。どこ行ったんでしょうか。こんにちは、土手かな子です。三輪さがえです。いや、今日はですね、愛知県から広島までわざわざ来ていただいたということで、はい、ゆうじろうさんとも YouTube ね撮られたんですけれども、三輪さんからゆうじろうなしチャンネルも撮ろうということで急遽こうして撮ることとなりました。これが実際に放送されるかどうかはちょっと私もまだ分かってませんがちょっとやってみたいと思います。皆さんお付き合いください。はい、お願いします。三輪さんがね、なんか伝えたいことがあるということで振りましたね。はい、振りましたね。そう、今回コロナのワクチン接種を受けたママが非常にこう副作用が強く出ちゃった場合に、うんうんうん、子供をどう見るんだっていうところから、そうやって困ってるママにちょっと副作用中の託児を無料で行いますよっていうことを、はい、まあ、言ってみれば思いつきですよね。これと一緒、このチャンネルと一緒、思いつきでやりますって言ったら、はい、びっくり、思いつきが全国放送。なんかそれをだからブログを通して発信したりとかすることによってテレビ局が取材に来たっていうことですよね。そうなんですよ、そうなんですよ。しかも、うん、あの超エリート大手のあの局が、全国放送が、全国放送で来ました。ここでそれがブログからなんですって言えたらよかったんですけど、違うんですよ今私ブログからって言ったんですけどごめんなさい、夢を壊してしまって申し訳ないんですけど、違うんです。あ、もう一個の方で、もう一個の方なんです。はい、ここはここから先はちょっと有料にしようかな、この情報に関しては早くないですかここからちょっと有料にします、大事なとこなんで、えー、まあ、とあるものを発信したら、うん、たまたまそれを東京の人が拾った。あ、愛知ではなくね、たまたま拾った。そう、見てたら出てきたんですけどって電話がかかってきて、うんうんうん、はって私は最初思ってたんですけど、はい、コマモの、私が連れてきた保育士がそこにあげたら引っかかったんですよ。やっぱみんな見てるんですね。分かんないですね。ハッシュタグとかで検索したのかな、うん、だから東京にはそういうのはまだなかった。三輪さんが初めて、そうそう、多分ね、やってたところはあったと思うんですけど、うん、声を上げたのは初だったかもしれないですね、うんうんうん、でなんかあれ1個来るとどんどん来るのがテレビ局。あ、だから先に気づいた人がやると、うん、後からどんどん次から次へとこう芋づるのようにテレビ局から電話がかかってきて、うん、最後の曲は「あ、出遅れました」って電話がかかって一番最後だから「本当ですね」って言いながら来たんですよ。え、全部で何曲、何曲だったかな。 7も来たんですか。7曲ぐらい来ました。あと新聞が3つぐらい。すごい。じゃあもうあれですね、今取材慣れをしてますよね。あ、でもここでも強かった、やっぱりブログで毎日言いたいこと言ってるから、うんうんうん、聞かれても答えられますもんね。これが強かったかも。あ、何を聞かれても自分の頭の中にいろんな、そう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 、最初から慣れてますねって言われましたもん。うーん、初めてですけどって言いながら、はいはい、うん、でもあれなんですよね、大体皆さん同じものを取って同じ、そう、びっくりしたんですけど、こうみんなどの曲も、はい、じゃあ保育士さんちょっと消毒してるところ取らせてくださいって言って、うん、なんか一番最初私雑巾絞るとか取られたんですよえ、まさか私のシンデレラ姿がこう全国放送なのと思いながら床を拭いてた。綺麗に保ってるんですよっていう、そうそうそう、おもちゃも拭いてますよとか、出入り口拭いてますよみたいなのをみんなやってくださいって言ってたのと、同じことを聞いて同じ答えを言わされて、うん、もうね、最初2個はおうおうと思って行ったけど、3回目ぐらいからだんだん飽きてきて、私もいい加減にもう同じものを取るならもうこう使い回せばいいじゃん、確かに、ね、っていうぐらい、うんうん、この手間暇かけてやってきてやるんだけど、なんか1曲ぐらいちょっと違う切り口からこう見てみましょうみたいなこともなく、絵も一緒だし伝える内容も一緒だし、そう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 、だとそれはテレビもつまらんくなりますわねと思いました。すごく思います。まあ、それ日頃からね、裕次郎さんも声を大にして伝えてることですけどそうそうそう、なんか違う、うん、うちはこっちから行きますみたいなのは一曲もないんですね。
でもそれが逆にテレビだからちょっとまあある程度の規制があってできないけど、うんうんうん、YouTube での取材だったら可能だったかもしれないですね。あと来た人たちによって雰囲気が全然違って、その局のそうプロデューサーなんディレクターディレクターさんですね、きっとカメラマンとなんかアシスタントみたいな人と、うん、音声さん3人で大体来るんですよ。でなんでこの雰囲気がめちゃくちゃ悪い曲があって、はいありますそういうの、ありますね、すごいあったんですよ。ありますあります、うん、もうなんかこっちも嫌だった、やら撮られてるのもそっちそっちでピリピリしてるのも伝わってくるし、すごくやりづらくて、やっぱり その曲のニュースの仕上がりは、うん、っていうあれですよね。だからスタッフさんのやっぱチームとしてあまり仲良くなさそうな空気をせめて現場だけではニコニコしてほしいのにっていうことですよね。なんかピリピリしてなんか目の前で叱ってたりとかして、ありますあります。でもそれをカメラ回されて急に笑顔にはなれないですっていう、そういうのお仕事はされたことあるんですか。いや実際にありますね。私はもともと本当に一つの番組ですっごい一つのチームでワンチームで動いてるバラエティ番組だったので、めちゃくちゃ仲いいグループでずっともう10年ぐらいやってたんですよ。それがいきなりポーンと出て全く違うグループに入った時に、あれなんか違う、こんな世界って思ったことはありました。もうめちゃくちゃ怖くて、ちょっとなんかやらかしたらはとか言われたりとかして、え、これが現実なんだ、これが仕事なんだと思って、あ、今まですごいなんか甘い世界にいたんだなと思ったんですけど、それを他の人に言ったらたまたまその人がやっぱり怖い人だったっていう、そんなにみんながみんな悪いわけではないと。そうなんですよ。なんかめちゃくちゃ優しい人というか、空気作りが上手なディレクターさんとかはうまい具合に場をこうまとめてくれたりとかするから、うん、そうするとやっぱりこの演者側もやっぱ気持ちよくできたりとか、うんうんうん、やっぱり私たちというか、その普段からレポーターさんをされている方とかタレントさんとかはどんなにそのスタッフの厳しい人でも同じようにちゃんとやるっていうのがプロとして仕事でね、うんうんうん、やらなきゃいけないんですけど、そのゲストの方とかは本当にド素人さんとかだったらちょっとそれを同じように求めるのは無理だし、やっぱり空気ってすごい大切じゃないですか。だからそういう時はなんかこううまくまとめたらいいのになって思ったことは何回かありますね。あとはこう午前中撮りに来て夕方にもう流すみたいな、そのスパンでしょ。みんなもう即ですね。なのでこうディレクターさんが私のやってるそのコロナのワクチンのママのためにっていうのにすごく賛同して共感してくれてるところは、番組もやっぱりそういう風に作り上げられてたけれども、うんうん、ネタとしか捉えてないっていうのがもうすごくよく分かるところは、ね、まあそういう撮り方なんでしょうねっていう捉え方をする。でもそうなのかもしれないですね。私はそのまあディレクターの側の立場になってないので分からないですけど、うん、もしかしたらまあいくつかニュースがいる中の一つで、あ、いいネタあったねってなってる。でもそれが本人に伝わるんだったらちょっとプロとしてはね、なんか上の人にうちもあれをやれって言われたんでって電話かけてきたそれを言っちゃそう、どこどこの番組のあれを見たんですけど、上の人にうちもこれをやれって言われたから行きたいんですけどってかかってきたよ。でもすごいですねその人はもちろん名刺持ってくるのも忘れてきたし、あ、それはちょっとでも、うん、ちょっとひどいバージョンだと思います。それはあんまり見たことないですね。若かったですけど、なんか余計イラッとするその花丸さんの気持ちもよく分かったけど、見ててね、分かるけど、いやいや育ててあげようよみたいな。まあ普段ね、ちっちゃいあの何もまだできないお子さん普段見てるからなんかこっちが気遣った、いいですかこれやらなくてみたいないいですかこれ言わなくてとかいやいや、それでね、出る人に気遣わせる時点で、まあちょっといけないなと思いますけど、いろんな曲がやっぱり、ああやっぱり曲によって違うんだなっていうのは色がね、分かりましたよ、でもあのそのエリート大手の曲は完璧だったそうです。よかったです。あの受信料払っといてよかったですと初めて思いました、ちゃんとしてよかった、払っといてよかったなと思います。さすがだなっていう感じでしたかね。ちゃんとこう明確に言いたいことを捉えてくれるし、ちゃんと分かってくれてた。こちらもしっかり調べてきたし、
え、でも実際にですか、テレビでそうやって取り上げてもらうことによって、うん、反響っていうのはすごいありました。やっぱテレビの力って、ブログがすごかった、 PV、 その後がやっぱり全国がこう一気にバーンと上がって、地元の局などこうあ、まあまあ見てる数がね、自分で繰り返されていくうちにこうなっていくって感じだったけど、それはすごかったですね。あとテレビで見て、私が Facebook の方にあれが足りません、これが足りませんって出すと、今テレビで再放送で見たんだけどって、お布団ないって言ったからって言って布団を持ってきてくれた人が現れたりとか、テレビってこういうところにも影響があるんだなっていうのは思いましたね。でも実際にね、コロナワクチンその2回目接種して副反応すごいひどかった人多いじゃないですか、で、まあ、私もめちゃくちゃひどくって、苦労が3日間続いて結局5日間寝込んで最終的に PCR 検査受けに行ったっていう疑って自分も、っていうぐらいひどかったんですけど、そういうお母さんからすると、まあ、うちの子はもう4年生なので預けなくていいんですけど、 それが2歳とか1歳とかになると、どうしてもやっぱり人の手を借りないと、だからもう我慢するか打たないかっていう選択しかもお母さんにはなくなるので、それはないなと思ったから、そこはちょっと助けたらな感じ、お金払うぐらいだったら我慢するっていう、やっぱり専業主婦の方としてもそうなっていくでしょうね。そこまでフォローをしないと全員が接種するなんてことはできませんよ、岸田さんここでも出てきたですそうですよね、そうだからお母さんっていう人をやっぱり考えたら、お金じゃないですね。そうなんですね。まあでもね、その美輪さんが本当にそのお金儲けのためにそれをやったわけじゃなくて、リアルにお母さんの思いとかそういう姿を見て始めたことで、ボランティアでね、無料で、だからそうやっていろんな方が布団を持ってきてくれたりとか、それが多分めっちゃ稼いでたら多分誰も賛同はしてなかったと思うんですね。で、まあ、もちろん局もね取材に来なかったと思うし、かまあそういう意味ではね、でもまあ、やればやるほど赤字になる話ですけど、まあ、やらしい話、広告としてはすごいですわね結果はね結果はいいじゃないですか、すごいと思う、それはありますよ、なんでこれはちょっとブログからもできたんじゃないかなって、無理やり結びつけてでも私は行けると思いますけどねまあね、裕次郎さんのそのブログセミナーの生徒さんですからね、ありだと書いてる意味はあったとすごく思いますし、その後もみんなも見てくれて来てくれるので、その後ずっと見ててくれてる人もいるし、そうね、これもやっぱり SDGs につながる考え方だって、今流行りのね、なんだけど、別にそれをやろうと思ってやったわけじゃなく、結果的にそうだったっていうパターンが本当に多いので、こう儲けるためにとか、ガンガン出さない方がまあいいですよね。がテレビは来ます。テレビは来るそうです。え、一個だけ最後に聞いていいですか？はい、美輪さんから見た裕次郎さんってどんな人ですか？ボスが面白い。面白い。経営はエンターテインメントだ。でしたっけ？ビジネス。あ、ビジネスはエンターテインメントです。って言われたことはすごく私響いてます。やっぱり相手も楽しませるっていうか、もう生き生きと働いてもらいたいのと、自分もやってて楽しいっていう状態がやっぱり揃わないと商売ってやってても面白くないと思うので、それをボーンと押し出してくれてるところが私はすごく惹かれるところなので、それに乗っかっていきたいなと思って、めちゃくちゃ厳しいことまでも以前昔は言われたんですよね。私はあんまり言われてない美輪さん言われてないんですか？大抵なんか一回みんな泣かされてるみたいなイメージがあるんですけど、そう、私の周りはみんなそう、そうですよねそうなんですけど、まだまだそこまで行ってないんですよ私。今からです、ね、これからなんじゃないですか愛の道は。まあでもね、本当になんか支えてもらったってね、いろいろお話を伺ったので、ね、これからもずっとね、BBA の方ではずっとブログの方は携わっていただいて、そうですね、はい、いつ辞めれるんでしょうね
辞める機会も失ってますよね、きっと。失いますね、もうね。いつ辞めようかって、でも本当に明確に決めとかないと辞めれないと思う。ゴールの日をね。ゴールを先に決めとくべきかもしれないです。でもゴールして辞めるときには必ず美輪さんの後釜をちゃんと作って育ててから辞めてくださいね。わかりました。お願いします。はい、ということで今日は裕次郎なしチャンネルをお届けいたしました。美輪さん、ありがとうございました。ありがとうございました。